あの自分ちょっとなんていうオリジナルとかあんまりやってなくて、アニメソングのコピーバンドなんかさせていただいているんですけれども、まあ、今度ねちょっと やりたいなって思っているのがあの今 バンドリっていう作品があるんですね。バンドリちょっと今ねこれで知ってるかなって言っても、ね、多分全然上がらないと思うんで、あえて聞かないんですけど、あ今 Now でヤングな、ね、中高生の、皆さんにすごいこうバッチリ大人気な作品がありました。そちらの方から、自分が好きな曲2曲やりたいなと思います。ちょっと1曲目の方は、まあ、本当にロックな感じの曲で、まあ、作品がガールズバンドのね、ガールズバンドがもう5組6組って出てくる物語の中の一つの曲になるんですけれども、まあ、ちょっとね、自分ねステージは自分しかいないんですけど、後ろに可愛い女の子たちがねたくさんいて、その ガールズロックバンドがいるっていう感じのイメージで聴いていただけたらと思いますので、はい、ちょっとやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではじゃあコメントだけをガツンとぶつけていただきましょう。エントリーナンバー、では6番ホッシャンズさんです。お願いします。
めっちゃ緊張しますね。めっちゃ緊張、自分びっくりするぐらいですね、今ね、足ね、もうほんとプルプルですね、もう膝から下ないみたいな感じですね、今ね。なんですけどね、ほんと皆さんがこう今、ノリを感じながら聴いてくださって、おかげで、ね、1曲まずはやることができました、ありがとうございます。いやー、ね、ほんとに今、なんて言うんでしょう、あの自分の中であの悩んでることというか、あの、まあ、皆さんもね、やっぱ生きてる上ですごい悩み事って絶え間なく、来ると思うんですけど、本当にその中で自分の、まあ、なんて言うんでしょう、息抜きというか、まあ、やりがい感じられてやることっていうのがやっぱりこのギター、音楽、ロックみたいなところありまして、本当にあの全然ないですあの、なんて言うんでしょう、本当に自分もその今息が求めてるこういう音楽とかっていうものにやっぱりかえってその自分がなんかこのやっていいものかとか、かえってそのおめえなんかプレッシャーみたいになっちゃって全然楽しめない時期とかって本当あったんですけれど、じゃあそんな時にもあの音楽で知り合ったつながりといいますか、もう下村楽器さんでできたつながりからさらに遠くに行けるきっかけを与えてもらうことができて、その出てった先でさらにまたあのたくさんつながりを作れて、でそのつながりの人たちが自分にそのもうホッシャンやりたいことをやりなよって、まあ、いずれその、ね、休みたい時あるかもしれないけどやれた時にやればいいじゃんよみたいな感じで、本当に自分にとってこうエネルギーを与えてくれるもんなんだなっていうのを気づくことができてですね、本当にこう 3、4年、5年ぶりにホットラインに出ることができて本当に感謝してます、ありがとうございますみたいな、ね、感じでね。あのね、ちょっと前バンド組ませていただいたんですけどね、その時ね、ちょっと自分あんまり喋ってなかったんですよ、喋ってなかったっていうか、あの1回目のライブの時に自分 MC やったんですよ、ちょっとお前喋れるから喋ってみやって言ったら、なんか思いのほかめっちゃ喋ってしまったみたいで、次から喋るなと、ね、誰かが喋った合図を打てみたいにね、喋れちゃって、ちょっと本当に久しぶりにこうね、自分で演奏して自分で喋るっていうのね、本当緊張してるんですけど、最後ね、あのなんていうんでしょう、このバンドリーっていうね、曲、まあ、作品らしい、ね、明るくてポップで、なんか元気をもらえるようなそんな曲をやりたいと思うんですけれど、ちょっと音がですね、ちょっとシャリシャリのメタルっぽい音で、ちょっとだけちょっと直したいんですけど、シングガールズで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。